昔々あるところに、仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。赤鬼は鬼の姿で人のように優しく、青鬼は人の姿で鬼のように一人ぼっち。赤鬼は人と友達になりたいと思っていました。しかし人々は鬼を恐れ、豆をまき近寄るのを嫌がりました。そこで青鬼はある策を赤鬼に話します。僕が村を荒らして赤が僕をやっつけるんだ。そうすればみんな赤を受け入れてくれる。そうして青鬼を退治した赤鬼は、その優しさと勇気から皆に受け入れられるようになりました。赤鬼がこの知らせを青鬼に伝えようとすると、青鬼は手紙を残して姿を消していました。僕は旅に出る。僕を探さないで。じゃないと君まで悪い子だと思われちゃう。大丈夫。離れ離れになっても僕たちは友達だ。昔々あるところに、仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。人間と友達になりたい赤鬼の願いを叶えるため、青鬼は悪者を演じ、姿を消してしまいます。長い時が経ち、赤鬼は人間と友達になると、青鬼もこの輪に入れたいと思うようになりました。ですが、青鬼の行方はわかりません。彼を探すため高い山を越え、大きな川を渡りました。青鬼の痕跡はたくさんありましたが、それを見つけるたび彼はわざと隠れているのだと分かりました。赤鬼は青鬼を真似て荒野に一通の手紙を残します。青、僕にはたくさんの人間の友達ができたよ。もうすぐ盛大な宴を開こうと思うんだ。友達に参加してもらいたい。もちろん青もね。会わなくてもいい。隠れながらでもいいんだ。青鬼はこっそり村に戻ると、身を潜めながら豪華な食事と暖かな火を眺め、その光景に憧れました。でもお腹が鳴ろうと、青鬼はかつての誓いを胸に、ただ遠くから眺めているだけ。すると突如、赤鬼が背後から現れます。青鬼は驚きました。よう、やっと帰ってきたか。あいつらにお前を紹介させてくれ。俺様の最高のダチを。